にちは、コペで英会話のシモンです。今後も話せるやり直し英文法、今回で過去形のレッスンが最後となります。前回に引き続き、さらに過去形を深掘りして使いこなせるようになっていきましょう。以前の動画で再度復習したいという方は概要欄からご覧ください。過去形最後のシチュエーションは could、 できたです。 could は can、 できるの過去形ですが、実は2つ使い方があります。ここではよく使う過去形の意味での文章を練習していきましょう。もう一つは仮定法の条件付きを表現するときに使うのですが、そちらはまたの機会にご紹介いたします。それではいつものように例文を見ていきましょう。皆様も最近できたことを考えながら一緒に見てください。後で質問をします。それでは行きましょう。 I could finish the report、 レポートを終わらすことができた。しっかりと英語の語順でイメージをしていくようにしてください。ここが大事なポイントで、それをすることによって英語脳になっていきます。それでは次いきます。 I could go on a date with her、 彼女とデートをすることができた。 I could change jobs、 転職することができた。 I could eat the whole cake、 ケーキを丸ごと食べることができた。I could talk to him before he got on the plane、 彼が飛行機に乗る前に話をすることができた。 OK、 それでは質問いきます。皆様ができたことを教えてください。できれば2つ3つ言っていただけると嬉しいです。時間が欲しい方は一時停止してお考えください。それでは行きましょう。OK、 Good job。 次のシチュエーションは先ほどの反対、 couldn't、 できなかったです。 can't、 できないの過去形ですね。前回に引き続き、皆さんに英作文の練習をしていただきたいと思います。先ほどの could の例文を否定文に作り変えてみてください。 could を couldn't に変えるだけです。あとは全て同じなので頑張ってやってみてください。画面には英語思考の語順で日本語を出しますので、一旦停止をして英作文を作ってみてください。答えは5秒後に出します。それでは Let's try。 OK、 それでは答えいきましょう。 Number 1の答えは I couldn't finish the report。 Number 2、 I couldn't change jobsNumber 3, I couldn't eat the whole cake. Number 4, I couldn't talk to him before he got on the plane. よくできました。繰り返し練習をして英語のを少しずつ身につけてくださいね。OK! それでは、could の文章と couldn't の文章の発音練習をしましょう。私と同じぐらいのスピードで発音できるようになるまで練習をしましょう。難しい場合は再生速度を遅らせるなど、ご自身に合ったスピードで最初は発音練習してください。それでは could からです。一つ目は I could finish the report。 発音のポイントは、まずは could の D は発音せずに I could で止めます。そして finish の発音なんですけれども、イの音を強くフィニッシュというふうに発音してしまうと、ちょっと日本語っぽくなってしまうので、少しエを混ぜてフェニッシュだからのレポート、しっかりとウから入る R です。レポート、レから発音してしまうとレポートになるのでお気をつけください。2つ目いきましょう。 I could change jobs。発音のポイントは jobs。 どうしても O を見ると O って発音したくなってしまうので、 job と言いたくなるところをここはしっかりとあで発音します。 jobs。 3つ目いきましょう。 I could eat the whole cake。 eat の T も発音せずに I could eat。 今度は could の D を eat の
方にくっつけて発音していきます。 I could D っていう風に発音して、 E との T は発音せずに I could The はだぐらいで The whole で cake、 cake のくはなるべく短く cake っていう風に発音します。それでは couldn't いきましょう。 I couldn't finish the reportCouldn't の場合も今回こちらでは couldn't で止めます。 I couldn't でまた finish the report。 2つ目いきましょう。 I couldn't change jobs。 こちらの couldn't も T は発音せずに I couldn't change jobs。 3つ目いきましょう。 I couldn't eat the whole cake。今回の couldn't では T の発音を eat にくっつけます。先ほどの could でもそうなんですけど、なんでここで音が現れるのか、それが eat が母音から始まるからなんです。 e という音があるので、そこに couldn't eat、 couldn't eat という風に母音がある場合には T の発音が D になったり T の発音になったりします。 I couldn't eatThe whole cake. Okay, good job! 発音練習をいっぱいやってください。さあ、いよいよ過去形のやり直しも終了しました。過去形は現在形よりも少しハードルが高いと感じられた方が多いのではないでしょうか。そこで今日は過去形の復習を少しやりたいと思います。まずはした、しなかったからです。過去形では動詞の形が変わります。2つパターンがありました。1つ目は動詞の語尾が ED に変わる規則変化、 played、 watched、 cooked など、そして go、 went のような形が大きく変わる不規則変化です。ご自身で英作文するときに動詞の形に気をつけてください。否定文を作るときには didn't を使います。 didn't の後は動詞の原形を入れてください。 I went shopping with my friend。 I didn't go shopping with my friend。 こんな感じになります。そして次は be 動詞の過去形です。 am、 is、 はwas、 are は were になります。 I was at home yesterday、 I wasn't at home yesterday のように肯定文、否定文が作ることができます。 be 動詞は現在形の時にもお話ししましたが、状態を表す時に使うものだと意識しておいてください。どんどんいきますよ。前回の動画では used to と had to、 didn't have to をご紹介しました。used to は以前は何々していた、今はしていないことを表します。例えば I used to work at a bank、 以前は銀行で働いていました。こんな風に使います。 had to はしないといけなかった、 didn't have to はする必要がなかったんです。例えば I had to cook dinner last night、 私は昨夜夕飯を作らなければいけなかった。I didn't have to cook dinner last night。 私は昨夜夕飯を作る必要がなかった。少し多いですが、一つでも多く使える過去形のシチュエーションを身につけてくださいね。 OK、 次回からはいよいよこのシリーズの最終章、未来形になります。未来形の言い方には過去形のように本当に表現方法がたくさんございます。現在、過去、未来、この3つに絞って勉強していただき、英語思考を身につけていってくださいね。必ず少しずつ英語が皆様のものになっていきますので、一緒に頑張りましょう。それではまた次回お会いしましょう。 Thank you very much for watching. See you.